岡山市のタクシー事業者が今月、県内のタクシー運賃の値上げを国に要請しました。今後、一定数を超える県内の事業者が同じように要請を行えば、国が運賃改定の可否を審査します。国土交通省中国運輸局に今月19日付でタクシー運賃改定の申請書を提出したのは、岡山市の下田観光バスです。 申請では現在岡山市と倉敷市、林間町の普通車タクシーの初乗り運賃四百八十円を五百円に、それ以外の地域の初乗り運賃六百四十円を七百円にそれぞれ値上げするよう要請しています。また初乗り運賃の適用距離をそれぞれ短くすることも求めています。下田観光バスは要請の理由について。 経営環境の悪化などとしています今年11月18日までに岡山県内の別の事業者が同じような要請を行い車両数が全体の7割を超えた場合、国がその可否を審査することになります。